おはよう、琴ちゃん。誕生日おめでとう。今日は琴ちゃんの誕生日だもんね、うん、朝の8時前です。夏休みなのに早起き。琴ちゃんおめでとう。何歳？10歳。寝起き元気がないですが大丈夫ですか？確かに長くなってるね。確かに長くなったよ。本当だよね。琴ちゃん今からどこ行くの？起きて起きて、座って座って。一番木が大きいところ、世界一そう、名前知らない？セコイア。いやー、セコイアナショナルパーク。そう、セコイア国立公園に世界一大きい木を見に行ってきます。レッツゴー、ゴーこの先3時間ぐらいロードトリップ頑張りましょう。イエーイ。もうお菓子とかいろんなもの、クーラーボックスとかめっちゃ持ってきてるからね。クーラーボックスの中に何入ってるの？お水とか。行ってきます。はい。セコイアナショナルパークに着いた？着いた？着いた感じ？うん。岩のトンネル、その名もトンネルロックです。すごーい。大きいよこの岩同じ顔して笑って。あいた。汚れて帰ってきた。そう、待って待って、このお姉さんどけたら。はいよ、ちょっと怖いよ。そう、電話見ないと。 OK。なんなんかもう巣に戻る時の顔が。行ってみる、うん、ちょっと下行ってみるね。あー、ダメダメ。うん、こっちから行ける。怖い。シオン降りていきました。気をつけてよ、一番端やめて、怖いから。その辺その辺、写真撮る。すごいね。ママ、あそこのさ、石の上に来た。高い木。すごい高い木が大きくなってきた。ちょっと泥が出てきそうな雰囲気の森の中に入ってきました。ほらほらほら、なんかすごい綺麗。大きい。大きいね。お、いいね。あ、おわー、間に入る。わあ、すごい。あ、ここ暗いの好き。そうなの。どうどう、素敵だね今の感じ。うん。シャーマントリートレイル。わあ、綺麗。あれだよ。え、あれなのもう。短い。短くはないよ。切れてない？
こがいい、いい角度、いいあの遠さで見れるね。近く行ったらまた近くと。There it is, the largest tree on earth. 読んで。In front of you stands the General Sherman tree. Its claim to fame as the biggest tree in the world comes from the volume of its trunk. やっぱ幹が太いってことね、世界一。何みたいあれ？お尻。お尻。くるぶし。くるぶしみたいだって。ボール。ボールみたい？何みたい？そんな。あのボール。こっちこっち。近くで見たい。あ、次行こう。あっちで。こっち来たらいいと思う。このラインはここで写真を撮るために並んでる人たちです。私たちも並んでます。大きいね。大きいところで写真撮影です。並びました。もうちょいこっち、もうちょいこっち。これは一つの木から上が3つになってるバージョンです。でもやっぱり大きい、すごく大きい。倒れています。すごいね。それでそこがトンネルになってる。名前書いてる、削って。何で削ったんだろうね。木で。シュンバ、もうちょっと入ってみる。シュン、木の匂いわかりますか、ソーマ？木の匂いわかる？蜜の匂いじゃなくて、木の幹の匂いするよね、ここまで。あっちに行っちゃダメなんだね。うん、なんかいたずらする人いるからね。スクリープ。木に書いたり。そう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 、そういうことさしたりさ、木傷つけちゃう人いるじゃない？アリス。シマリス。断崖絶壁を登ります。ちょっとカメラの充電が切れたので、ここからは電話の撮影になってしまいます。もう一度持ってくる。すごい、すごい絶景。ママ電話落とすよ。
大丈夫大丈夫、しっかり持って。ゾーマ邪魔邪魔、パパと子供たちはここで待ってます。パパ高いの怖いんだって。気をつけて、はい、ゾーマパパのとこ行って、動けなくなって。はい、ママは行ってきますよ、シオンと一緒に。すごい上まで来ました。ちょっと腰が引けてる、高くて怖いから。あーすごいよこれ。頂上着きました。すごい。絶景です、本当にすごい。ちゃんは低いところでものすごい怖がってます。低くないよ、こんな。低くないんだけどさ、そんな怖くない、そんな怖くないよ。腰低い。大丈夫だよ。どうも大丈夫だもんね。こっちゃん怖がりすぎよ。後ろ見たら怖いからやめよう。痛いの怖いのどっち？あんなが車通れないでしょ？いや通れるでしょ。バイパスって書いてあるんだ。待って、あのホンダ行けるか見てみよう。あ、通り抜けれない人はそっちから行くってこと？いやわかんない。あ、行けるじゃん、しようとして。いやけどこっちから行って向こうから出てきたから、ここぐるっと、あ、ぐるっと回るんだ。ねえ、うん、これ YouTube でなんか見たことある気がして。見たじゃん、この間ここ来る前に、うん、こんなのあるよっつって。わー、どうせ降りる。来たことない町の、来たことないアジア料理レストランに来ました。コトフォー大好きなんだよね。スパイシーニュードルと大きいラージフォーとリグラフォー、コトちゃんフォー大好きだからいっぱいチャーハンも来ました。まだ誕生日だよ、今コトちゃんのね。どう、コトちゃん美味しいですか？大好き？全部食べれそう？なかなかな量、さっき一人で食べるって言ってたけど。おおおおお、チャーハンがすごいんじゃない？